ち役立たずどもめ、構わん、鎧の中身などいくらでもいる。お前も行け、行って鎧の力で奴らともども死んでこい。いやだ、死んでまであんたの言うことなんか聞きたくない。今の声はまさかバルタ、バルタなのか。貴様、金で雇われている分際で、これが我が手で殺してくれるわ。いくら強力な力が込められた大邪神の鎧とはいえ、所詮中身は生身の人間。我が魔法力の前に人界と化すがいい。あんまりだ、自分の仲間にそこまでひどい仕打ちをするなんて。やっぱり自由に生きるためには強い力が必要なんだ。バルタ、本当に。どうしちまったんだ、筋肉バカとピリポの野郎。敵が目の前にいるってのに。もう、白い羽の人たちって何を考えてるのかしら。やっぱりバルタなのか。兄ちゃん、その声は兄ちゃんなのか。なんでお前がこんなものを着て。ごめんよ、昔から僕は弱虫だった兄ちゃんが大嫌いだった。バルタ、兄ちゃんがゴルゴダに行った後、僕は強くなるために修行してマモン様の部下になり、この大邪神の鎧を着ることで自分は強いんだと思い込もうとしてたんだ。でもそれは自分自身の弱さを認めたくなかったからなんだ。そんなことはないよ。お前は昔から頭も良くて運動もできて、そして強かった。そんな肩書きに頼った強さなんか本当の強さじゃなかったんだ。兄ちゃんはいくらいじめられてもそんな現実から逃げなかったし、何かに頼ろうともしなかった。本当の強さを持っていたのは兄ちゃん。バルタ、こいつだって強そうなやつだった。いくら強くなったって奴隷は一生自由になることはできねえってのか。僕は強くなんかないよ。でも今はなんだかとっても強くなりたいんだ。白でも黒でもない、そんな力を。強い力を。新しい力を。何をするつもりじゃ。まさかあの鎧を。やめろ、お前たちでは無理。ぐあの時と同じ邪神の降臨。
なぜだ。